皆さんこんばんは、ジェームスです。7日午後8時47分、日本時間8日午前10時47分頃メキシコ南部でマグニチュード7.4の大きな地震があった。メキシコ国立地震機関によると、震源は南部ゲレロ州アカプルコ南西11キロで、震源の深さは10キロ、70回を超える余震が記録された。ロイター通信によると、少なくとも1人が死亡した。 気象庁によりますと、この地震で震源の近くでは、津波が発生する可能性がありますが、日本への津波の影響はありません。メキシコのロペス・オブラドール大統領は、地震の発生を受けて、ビデオによる声明を発表し、これまでのところ、深刻な被害の情報は入っていないとしました。今回のメキシコ共振では、地震異常現象が発生しました。地震は、観光地アカプルコの北西、約17キロの場所で発生。大規模な停電も生じた。 この地震の直後にアカプルコでは空がさまざまな色の光で照らされる珍しい現象が報告された現地で撮影された映像には地震で揺れが生じた直後に空が青や白やピンクの光で照らされる様子が映っている動画が投稿されるとスペイン語で「地震の時に光が発生する現象はこれまでにも報告されており地震発光現象と呼ばれている」この現象について詳しい科学調査はまだほとんど実施されていないが 岩石のの摩擦によってて光が発生しいいるのではないかと考える研究者たちもいる。また2017年にメキシコで地震が起きたときにも似た現象が確認された。これまでにさまざまな地震発光現象が報告されているもののアメリカ地質調査所は実際にどれが地震発光現象なのかについて地球物理学者たちは意見が異なると説明している。同調査所によるとどの報告も証拠が十分ではないと考える研究者もいれば。 報告されている現象のうちのいくつかは地震発光現象だと考える研究者もいる。また、地震発光現象だと考えられたケースの中には送電線の揺れで放出された電気と関連していたケースもあったという。地震発生当時、映画館にいたという地元の人は地震警報が鳴らなかったため地震発生と同時に揺れを感じましたとロイターに地震のショックを語っている。室内では物が落下して停電が発生しました。 水漏れの音や、プールから水が溢れる音、恐怖を感じた人たちの叫び声が聞こえましたと、地震直後の混乱を振り返っている。アカプルコから約370キロ離れた首都、メキシコ市では、大きな影響はなかったが、一部では1分近く揺れを感じたことが報告されている。また、メキシコ電力公社 CFE によると、メキシコ市だけではなく、ゲレロ州、モレロス州、オアハカ州などで、約160万人が停電の影響を受けた。 震源に近いアカプルコは世界有数の観光地。現地からの報道では、地震でホテルで中場のものが落下し、乗用車が下敷きになるなどした。メキシコ国内の広い範囲で揺れが確認された。首都メキシコ市でも揺れが感じられ、各地で停電になるなどした。ロイター通信によると、ゲレロ州知事が地元テレビで死者一人を確認したと発言した。 メキシコでは、2017年の同じ日にも、同国南部で M の地震が起き、オアハカ州などで約100人が死亡。同年9月19日にも、同国中部で M の地震が発生し、メキシコ市などで300人以上が死亡した。気象庁によると、この地震による日本への影響はないという、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後ままでごご視聴いいたた。だきありがとうございました